ステファニー・ベッケルトはドイツの女子スピードスケート選手。専門は長距離。もともとはフィギュアスケートをしていたが10歳の時スピードスケートに転校。2006-07シーズンにワールドカップへデビューする。翌シーズンには団体パシュートのメンバーにも入っている。2008-09シーズンに初めて表彰台へ上がり、長距離の総合4位となった。 さらにその翌シーズンに初優勝し、長距離総合2位。バンクーバーオリンピックでは団体パシュートの金メダルをはじめ3個のメダルを獲得した。翌年には世界距離別選手権でも最初のメダルを手にした。2011、12シーズンは背中の負傷により調整が遅れたが、世界距離別選手権で2個のメダルを獲得するなど、好成績を残した。 ワールドカップの長距離では2009、10シーズンから3シーズン連続でマルチナ・サブリコアに次ぐ総合2位に入っていた。2012、13シーズンはワールドカップで2シーズンぶりに優勝したが、総合では4位にとどまり、世界選手権でもメダルには届かなかった。ABCDEF スピードスケーティングバイグロフィス。 ステファニー・ベッカート国際スケート連盟によるバイオグラフィ。ありがとうございます。